いかがでしたか？少しの間舞台を離れることになった。そいつはまた急だね。あまり詳しいことは言えないが、あるものの探索の任を仰せつかった。隊を半分持っていく。それとイニシオ地方の案内役としてユージェンに来てもらう。え、ご指名？きゃ、うれしい。気持ち悪い。ちょっと待ってください。私は、イエーイ、名誉のお留守番。そんな隊長、私を連れて行ってください。ああ、いや、しかし俺の独断では。これよりもお役に立ってみせます。へえ、大きく出たね、フリーデリンデ副隊長殿。あんたみたいな不真面目、隊長の隣は渡せないわよ。イニシオの案内できんのか？あんたの出身地。そうだよ、ユウ君の出身地だね。さて、リンダちゃんはできるのかな。この俺より詳しくうまくジークハイト隊長をご案内することが、いやー、できちゃうのかな。いやー、万能だね、リンダちゃん。見上げたもんだよ、リンダちゃん。すいません、できません。ユージェン、そろそろやめろ。はいはい。なんでリンダ相手だとそうなるんだ。こいついびっていいの俺だけだもん。これは俺の愛情表現の一つなんだよ。ゆがんだ。ああ、これは置いておくとしてだ。フリーデリンデ、やはり俺の代わりは君しかできないと思う。君には俺がいない間、隊を任せて、やってくれるかな。はい、万事このフリーデリンデにお任せください。じゃ、俺たちは準備があるから、これからいろいろ頑張ってね、フリーデリンデ隊長第3。あ、ウージェン、ハーバよ、うっかリンダちゃん。ほら、行こうさ、ジーク。隊長、私頑張ります。だから、隊長も頑張ってくださいね。それと、あなたがジークハイト？あなたがエレアザル様？そうよ、父さんから話は聞いてるわ。私はアリス、こっちは私の四年樹ガリオスっていうの。よろしく頼むぞ。おお、でっけー、でっかい。頼りにするぜ、大将。ん？無駄口叩かないタイプ？渋いね。渋いね。面白い人たちね。ミーメルです。よろしくお願いします。うん、
よろしくね。あ、俺はね、お主、それ以上主に近づくことは許さぬ。なんで？お主は横島な気を放っておる。どうしよう、ジー君。いきなり嫌われちゃったよ。なんなんだ、その呼び方は。あー、ジー君。どれだけ俺が貧困法制、人畜無害な好青年かを彼に存分に伝えておくれ。さあ、今すぐに。こういう男です、ジー君のいけず。なんか楽しくなりそう。あ、そうだ、私もジークって呼んでいい？どうぞ。よろしくね、ジーク。